給食の時、美味しいの分かってもらいたくて、自分も同じ餌を食べてみる。どうも、ハチウリマスです。今回の動画は、ポケモンカードを売りに行きたいと思います。で、ポケモンカードとはどんなカードかっていうと、まあ、いわゆるポケットモンスターっていうのがね、あるんですけども、まあ、この子がカードになって、それを、まあ、友達とか他の方と一緒に戦うことができるっていうね、まあ、そんなゲームなんですけども、今これがすごい高騰化してて、もう診断のね、パックも、もうすぐに売り切れて、もう転売されてるみたいな。もうそんな状態で、なかなかポケモンカードを始めたくても、そのカードが手に入らないっていう現状になっているみたいです。っていうので、今回はポケモンカードを売りに行きたいと思います。実際、ポケモンカードって売ってもお金になるのって思う方いると思うんですが、僕が今所持している、多分、これが一番高いだろうなって売ったら、っていうカードが、マリーっていうキャラクターのカードなんですけど、ポケモンカードって、レアリティがね、いくつかあるんですよね。で、その中で、まあ、これノーマルでもないんですけど、まあ、普通の状態がこれ。で、ここから低確率で、このようなキャラクターが、デカデカと、もう飛び出しているようなイラストをされている、レアリティっていうものが存在するんですよ。で、これが S レアって言われているもので、この S レアのマリーが、今、ネットとかで調べた感じ、4万以上で取引されてるんですよね。で、多分この子も、まあ、傷とかなければ、結構なお値段で買い取ってくれるんじゃないかなっていうので、今回は、売りに行きたいと思います。で、見てわかる通り、僕めちゃくちゃ今までやってきたんで、もうこれ全部ね、ポケモンカードなんですよ。で、ここにあるのは僕のデッキです。はい、7個も作ってました。僕の中では苦渋の選択で、売ろうか売らないかずっと迷ってたんですけども、もう今回はね、この、ずっと貯めてきたポケモンカードたちを、売りに行きたいと思います。で、もし今回売ったポケモンカードたちがそれなりのお値段になったら、ちょっと僕がお迎えしたい子をね、迎えようかなと思います。ただもうすぐ JRS と呼ばれる日本最大規模の爬虫類イベントがあるんですよね。で、そこで今回手に入ったお金を持って、もともと出店側として出るんですけども、ESP の。そこでお迎えできたらなと思います。なので今回はね、まあ、前半ということで、ポケモンカード打ってどれぐらいのお金になるのか見に行きたいと思います。それでは早速やっていきましょう。で、まず売りに行く前に、このカードたちって全部、傷から身を守るためにスリーブを入れてるんですよね。で、これ一重じゃなくて、二重三重にも入れてるんですけども、これを外した状態で、持っていかないとお店に。店側が受け取ってくれないんで、このすべて入ってるスリーブを今から外していきたいと思います。で、外す際も傷がついてしまうと価値が下がるんで、なるべく傷がつかないように取り出して、別の容器、まあ、こういった容器に入れていきたいと思います。はい、こっからは結構時間かかるんですけども、頑張っていきましょう。で、今回売りに行くお店なんですけども、もうショップによってね、引き取り価格というか、買い取り価格っていうものが全く違くて、で、僕の友人で実際にカードショップで働かれている方がいるんですけども、まあ、その方にちょっと聞いたところ、まあ、京都にあるドラスタっていいよって言われたんで、もう今回はそちらのドラスタに販売しに行こうかなと思います。で、そこは、まあ、ノーマルカードとかも引き取ってくれるみたいで、値段的にいいのになればなと思います。で、聞いた話だと、今現在で S レアマリーが良くて3万5千円。ちょっと低いと3万で引き取ってくれるらしいです。なんで一応ね、こういう戦う時に下に引くプレイマットっていうのをね、買ってたりと。もうガチでやってたんですよね。もうポケモンめちゃくちゃ好きで、剣盾も、もう自分の手持ちのポケモン、まあ、使うポケモンを全部色違いじゃないと始めへんっていう縛りをしたりと、もうその色違い厳選だけで、もう2000時間ぐらいやってたんちゃうかなっていうような感じだったんですよ。なんで、その愛すべきポケモンカード。いやーなんかな。寂しいですね。でも欲しい生態が買えるなら、しかもその買って、実際勉強にもなるだろうし、他の誰かが大切にしてくれる人がこの子たちを扱ってくれた方が、このカードたちも喜んでくれるのかなと思いながら、まあ、ここからね、どんどんこれをやっていきます。で、こうした今までしてきたカードゲームを売りに行くときって、ある程度自分も相場を調べとくんですよ。
そうしないといざこう売りに行った時に向こう側が見落としてめちゃくちゃ安くで値段を査定してる時があるんですよ。でそういったことが起きないように、まあ事前にねある程度相場をこう見つけたら調べるんですけど、僕ねポケモンの中で一番ブラッキーが好きで、でそのブラッキーが好きっていうのでブラッキーデッキを作ってたんですが、その時に集めてたエスリアのこのブラッキー今なんぼやと思います？ネットで見たら3万から5万ぐらいで取引されてました。1枚やばいっすね。こんなに今高騰化してんだ。普通にコレクターとして持っとくのもいいんですけども、まあ、こういうカードゲームっていつルールが変わって使えなくなって値段がもう激沈する時があるんで、まあ、もし売りに行った時にめちゃくちゃで安い値段やったら買い取りが、まあ、この子たちはちょっとなんか財布とかに入れとこうかな。はい、ということで、全部終わりました。もうすごいスリーブの数。やばいよね。で、今回売りに行くのが、これが全部レアカード。レアカードだけを集めたのが、これぐらいの量です。はい。で、あとはノーマルカードが、1、2、3。です。で、もし売ることができたらネットやと、これもなんかすごい高価な取引をされてて、こちらのマリーのスリーブと、もう今じゃ手に入れることのできないセットなんですけど、マリーのカードケース、これをもし、まあ、高価買取してもらえれたら売ろうかなって感じです。はい、一応斎藤のやつもあるんですよね。斎藤のあのプレイマットと、あとカバーとがいろいろ入ってるやつ、まあ、これもちょっと持っていこうかなと思います。で今から、京都ドラスタに行きたいと思うんですけども、結構時間かかりましたね。確か12時ぐらいに始めたから、もう3時7分やからもう3時ぐらい、もうほぼ3時間ぐらいずっとスリーブ抜いてました。はい、では今から行きたいと思います。はい、ということで帰ってきました。もうねめちゃくちゃ時間かかりましたね。昼からもう12時から作業始めて、今帰ってきたの8時前なんですよ。でなんでこんなに時間かかってきたかっていうと、まあ、スリーブを抜くのに 2,3 時間かかって、で京都まで行くのにも時間かかって、でさらにカードを出すときに同名カードでこうまとめて出さないといけなかったみたいで、それを知らずに持って行ったんで、もう向こうのショップでもうマジでずっと同盟カードをこうまとめてやってたんですよね。もう 数もすごい大量あったんで、ね、そこに多分一番時間かかって、でやっと出せたってなってから今日お客さんが結構多かったんで、査定にも時間ね結構かかってたみたいで、でようやく金額が決まりまして、もうね驚きです。僕の中では5万円以上は上やったら売ろうかなっていう感じだったんですよ。で査定が終わりましたっていうところまではもうずっと僕の中でこれでめちゃくちゃ金額しょぼかったらすげえショックやなとか考えてたんですけども、レシートはねこちらです。もう長さ半端ないですよね。はい、では金額をね発表したいと思います。僕が今までやってたポケカを全部売ったら、ドゥルル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 で、何が高かったかっていうと、まず、メガヤミラミと、バンギラスの GX のエスレア。これが1500円。で、もう1枚これがあったんで、まあ、1500円で3000円。で、次に、ライチュ&アローラライチュ GX のエスレアが4000円。で、次に、モクロ&アローラナッシ GX のエスレアが1500円。EV の、多分これ色違いかな。白いバージョンのやつが1200円。で、博士の研究、マグノリア博士のエスレアが2500円の、溶接工のエスレアが1600円。フートランのエスレアが800円。で、これちょっとびっくりしたのが、マウ&スイレンっていうカードのエスレアがあるんですけど、ドラゴンスターさんで8000円ぐらいで売ってたんですよ。なんで、まあそれの3分の1ぐらいだから2000円ぐらいかなと思ってたんですけど、これがなんとね、6000円です。たったの2000円ぐらい下がっただけっていうね。まあ、それだけお店側が欲しかったカードなのかなって感じなんですけども。で、次に冒頭部分で紹介してた、ブラッキー&ダークライ GX のエスレア。まあ、僕のお気に入りカードですね。これが2枚で2万円。なんで1枚、1万円ですね。で、マリーのエスレア皆さん気になってるとは思うんですけど、
これがね、なんか相場価格が落ちてたみたいで、1万5000円です。ちなみに、今まで、紹介したカードたちは全部、完品状態の金額になってます。ケースとかも、もう全くついてない状態でこの金額でした。まあ、もしかしたらマリーのエスレアってこれからどんどん金額が落ちてくるかもしれないんで、売ろうか迷ってる方は今早く売った方がいいのかなと思います。まあ、これでね、ルールがポケモンって定期的に変わるんですけど、もう変わった時に昔のカードが使えなくなったりするんですよ。で、それで、金額がね、もう価格が暴落する時とかあるんで、もう今後しないなーって方は売った方がいいんじゃないかなと思います。で、デデンネ GX っていうカードが、これ僕めちゃくちゃ持ってて、7枚持ってたんですよね。で、このカードが、まあ、それぞれちょっと違う種類のデデンネ GX が、3種類あったんですけど、1000円と800円と800円。で、これが7枚合計で、5800円ぐらいです。で、次にブラッキー GX。これをびっくりしたのが、この GX が色違いの、黄色い模様が青になってるバージョンのブラッキーがいるんですけど、これがね、1万円でした。いや、なんか、こんな高く売れるんだっていうびっくりですよね。で、あとソルガリオ&ルナーラ GX のエスレアがこれも4000円。で、ウルトラネクロズマ GX のウルトラレアが800円。で、まあ高いのはこれぐらいですね。あとはノーマルカードと、ちらほら安いレアカードって感じで。で、最終的には、合計金額が104,210円でした。いやー、だいたいポケカに使ってきたお金丸々返ってきたんじゃないかなっていう感じでした。で、このね、お金は、まあ、タイトル通り、JRS で、ちょっと欲しい生態買おうかなと思うんですけど、まあ、僕自身買いたい生態が今ね、リクガメたちと、で、その中でも、ホルスフィールドリクガメっていう子がいるんですけど、これ3亜種に分かれてて、アフガニスタンホルスフィールドリクガメと、カザフスタンホルスフィールドリクガメと、トルクメニスタンホルスフィールドリクガメ。で、ESP にいるのが、カザフスタンホルスフィールドリクガメなんですけども、まあ、この子を、まあ、もしかしたらお迎えして他の2足いるかわからないんですけども、まあ、その子ちょっと探したり、あとグリーンパイソンとエメラルドツリーバーもめっちゃ買いたくて、まあ、その子持ったら買いたいなーって感じですね。で、あとはリクガメに関してはバブコクヒョウモンリクガメとかも買いたいし、ケズメも行きたいですね。もうリクガメなんか勉強し始めてからすげー興味出て、まあ、そういう子たち欲しいなって思うし、で、リクガメだけじゃなくて、ちょっとすごい僕が今気になってるのが、ミシシッピアカミガメっていう子がいるんですけど、その子がね、まあ、今後もしかしたら特定外来生物に入って飼えなくなってしまうかもしれないんですよね。っていうのがあって、そのミドリガメのアルビノとブラッパールっていう品種がいるんですけども、まあ、この子たちも規制入ったら飼えなくなっちゃうんですよ。なんでちょっと今手出そうか迷ってるって感じですね。まあ実際ちょっと JRS に行ってみないことにはお迎えするかどうかわからないんですけども、まあ、今回の動画としては、ポケカを売ったらまさかの10万超えっていう結果に終わりました。皆さんもご自宅にね、まあ、ポケットモンスターカード以外にも遊戯王とかデーマとかね、マジックオブウケザリンだっけ、まあ、そういろいろカードゲームね、もしかしたら昔やっててそのままずっと置いてるって方いるかもしれないんで、こういうカードゲームってね、時が経つとめちゃくちゃ高騰化して、こんなにって感じのカードがあったりするんで、できればね、今後の参考にしてみてください。今回やって思ったのが、ポケカって株だなぁと思いました。はい。ということで、最後にご視聴ありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。